映画、妖怪百物語の、から小僧のフィギュア歌川カオ百種、怪談洋物スゴロクに描かれている傘の妖怪、一本、足からか小僧は、日本の妖怪の一種で、傘の妖怪。からかお化け、傘お化け、傘化け、一本に足、からか一本に足、お化け傘などとも呼ばれる。江戸時代以後に作られた草像紙や、おもちゃへカルタ歌舞伎に姿が見られるほか、 明治、大正時代以後も、玩具や子供向けの妖怪関連の書籍、お化け屋敷の演出、映画などに見られる。狩りの遠心、百鬼屋行図館より、日本足の傘の妖怪、尾上駅五郎による、傘の一本足一つ目のついた傘が一本足で、飛び跳ねる姿が、一般的に描写される。傘から二本の腕が伸びていることや、目が二つのこともあり、長い舌を伸ばしていることもある。 日本足で描かれている例もある。古いものは、室町時代の絵巻物、百鬼夜行絵巻にも見られるが、銅絵巻での傘の妖怪は、畳んだ傘を頭部にいただいた人型の妖怪である。一つ目、一本足という妖怪の姿は、江戸時代以降の海外に見られ、江戸時代から大正時代にかけてのお化けカルタの絵札にも、一本足の姿が多く見られる。 歌舞伎舞踊では一本足の姿に役者が紛争して踊ることが行われ、江戸時代後期には変化舞踊、松朝鮮写し絵に一本足、明治時代にも闇梅百物語に傘一本足という役名で登場している。安政年間に出版された s スゴ百種怪談妖物スゴロクにも詐欺淵の一本足の名で一つ目、一本足の姿が描かれている。 明治から昭和にかけては、印刷物によって享受されたり、お化け屋敷の出し物として使われたり、漫画やアニメ、妖怪を題材とした映画などのキャラクターとしても多用された。室町時代以後、百鬼や行絵巻に数多くの無生物、奇物の妖怪が登場している中、 著名な妖怪として伝えられているのは、傘の妖怪のみと見られており、器物の妖怪の中で最も知られたものであるとも言える。大変有名な妖怪である反面、地域などに即した具体的な伝承はほとんど残されていないとも言われており、妖怪関連の書籍によっては、絵画上でのみ存在する妖怪として分類されたり、伝承を伴わない創作話のみに登場する妖怪とする説もある。 また、この妖怪も書籍によっては、不創心であり、その一例としているものもあるが、それを証明する古典などの文献は確認されていない。確認されている伝承には、以下のものなどがある。新潟県笹上村の伝承では、三十狩りという場所に唐か,かさばけ本という妖怪が、出たと伝わっている。百六十二年の浮世葬式談集、千里慎吾収録の三の巻、 第一茶湾寺の化け物に、奈良県の幸福寺の伝承とされる7種類の妖怪の一つとして、南部幸福寺に色々の化け物あり、東下棒のカサと記述があることで、幸福寺にカサ小僧の伝承が存在していた可能性も示唆されているが、その詳細は不明である。境港市、水木茂ロードに設置された笠化けのブロンズ像。ありがとうございます。